どうも、レオンです。はい、今回はですね、カタールワールドカップ、いよいよ残すところ、あと1試合、アルゼンチーナ VS フランスという決勝だけと、ということになりました。まあもちろんね、3位決定戦あるんですけど、もうあえて何の意味があんのみたいなね。もうお金だけの、ためなんでね、お金のための試合なんで、勝とうか負けようか関係ないんでね、3位も4位もだからなんやねんっていう話じゃないですか。まあいう感じなんで、もう3位決定戦は無視しますけども、まあ、ちなみに無視しますけども予想としてはモロッコが勝つかなと、うん、そんな気がします。なんとなくですけど、はい、根拠はありません。予感です、うん、いやわかんないですね。クロアチア勝つかもしれないですね。いやわかんないです。もうわけわからん。どうでもいいですわまあただ延長戦はないんですよね。もう90分での一発勝負で、ドローだったら PK 戦という形ということですかね。で、この決勝はですね、日曜の24時と。だから見やすいんですよね。3位決定戦も確かね、この土曜の、24時からということなんで、めちゃくちゃ見やすいですね。28時はきついよね。うん、その後の生活のリズム崩れるよね。うん。はい、今週の日曜、早いなぁ。もうワールドカップもラストっすからね、ちょっと早すぎん。ちょっと悲しくなるよね。ワールドカップロスになるよね。まあただね、幸いなことにワールドカップはでもすぐにヨーロッパリーグ再開しますから、うん、まあそこはまあ救いかなと思うんですけど、はい。でまあ今回はですね、そのワールドカップ決勝、アルゼンティーナ VS フランスということで、勝敗の予想をしていきたいなと思います。はい。まあこれはね、やっぱ予想なんでね、やっぱエコヒーキとか一切なしなんです。まあ俺別にエコヒーキどっちもないんであれなんですけど、まあおそらく世界中のサッカーファンの大多数がですね、メッシにワールドカップを取ってほしいと、もうその思いがめちゃめちゃ強いと思うんですね。でメッシもワールドカップ欲しいと、唯一手にしてないタイトルですから。なんですけど、ちょっとフランスは強すぎるな。うん、隙がないし、うん、で戦術もしっかりしてるし、一体感もあるし、まあ、アルゼンチンは戦術がないってわけじゃないですよ。基本はもうメッシのきらめきなんで、メッシが突破するかせへんか、それだけなんでね。うん、もちろんフランスにつける隙がないわけではないんですけど、バランはね、優秀なセンターバックですけど、バランの相方がね、基本的にはウパメカノであったりとか、コナテであったりね、まあ、コロコロ変わるんですけど、まあ、そっちの相方の方が、まあ、つける隙があるのかなというところじゃないでしょうかね。まあ、あとアルゼンチンがどういうシステムで来るのか。ベスト、準々決勝の時には3-5-2。で、この前の準決勝の時は4-4-2っていう感じだったんですけど、まあ、どういう入り方をするのかって、そこも注目ですよね。まあでもサッカーの力的だけに言う、力だけで言うとやっぱりもう総合力でフランスの方が上かなと。で、アルゼンチンはもうメッシに負けるしかない。メッシが奇跡を起こせるかどうか。もうそれだけやと思うんですよね。まあ本当にアルゼンチンなんかメッシなければ普通のチームなんで、多分あそこまで絶対行ってないと思うんでね。だからそういう点では、メッシのきらめきがどこまでフランス相手にね、出せるかっていう。いやー。強烈よ、中盤も。チュアメニ、ラビオ。まあ、ラビオも戻ってくるみたいですしね。で、最終ラインも硬いしね。いやー、なかなかどうかな。アルゼンチンがでも勝つイメージが持てんのよな。まあ、もちろん、アルゼンチンからしたらもうロースコア、もう1対0とかそういう感じじゃないと厳しいし、フランスは多分、どういう状況になっても勝てる要素はあるし、もうだからアルゼンチンは守ってある、メッシの一撃、それしかないと思うんですよね。そう。まあ、ムバッペ抑えられるかっつったら、どうかな、難しいよね。前回もね、ワールドカップの決勝トーナメントに1回戦で、アルゼンチンとフランス当たってるんですよ。その時の試合も好ゲームよね、4対3で。まあ、リベンジよって思ってるかもしれんけど、そうね。だから、結果的にはアルゼンチンが勝ったら奇跡よ。でフランスが勝ったら順当よっていう戦い、パワーバランス的にはね。なんでまあどうなるかね。いやめっちゃ面白いね。難しいね。感情的にはね、世界中のサッカーサポーターみんなメッシに勝たせてやりたいと思ってると思うんですよね。ただね、フランスも連覇っていうね、これ60年か70年ぶりぐらいの偉業やと思うんですけど、そのモチベーションめちゃくちゃ高いし、で、なんせ完成度高いしね。まあ、大差がつくとしたらフランスが圧勝するパティもあるよ。
3-0、4-0。全然そのパティンあるよ。マジで。そのぐらいレベル高いからね。まあ予想とし、そう、だから予想とすれば、フランスが勝つと。だから PK 戦とかには多分ならんと思うんですよね。さすがに。まあ1点延長はあるかもしれないですけど、それまでに蹴りつくかなという感じで。まあフランスが順当に予想スコアね、3-1ぐらいにしようかな。3-1でフランス。3-1か4-1フランス。1-0。1-0あるかな？ 2-1。まあまあ、わからんな。スコア難しいな。スコアやめとこうか。そう。まあそういう点ではね、フランスが普通に勝つんじゃないかなというふうに思います。まあ、アルゼンチンが勝ったら奇跡よ。メッシは本当にもうサッカー界の王に君臨するよ、本当に。100年ぐらいくらい。まあ、マラドーナ超えるとかっていうレベルじゃない。もう神よ、神の領域になるよ。っていう感じでね。今度の日曜日、24時から、フランス VS アルゼンチン、ワールドカップ決勝と、こういうところで予想をしてみました。まあでもね、やっぱ面白いのは、いろんな帯来てるよね。アルゼンチンもソリン、前も言ったかな、カンビアッソ、サネッティ、バティもいたよな。バティもいた。で、フランスもジョルカエフ、でこの前、首相も来てたよね。名前は忘れたけど。で、ティラもいたっけな。ティラも忘れた。デサイいたよな。で、ジョルカイフ、デサイ、あと誰がいたかな。まあでも多分来てると思うんですね。そうそうたる OB がね。そら来るでしょ。ね、ワールドカップですからね。はい。まあそんな感じで、アルゼンチーナ VS フランスということで、フランスが勝つと。まあ、ベタな予想ですけどね。はい、予想しました。はい。